色的にこれぐらいですね。これぐらいだったらもう火止めちゃってください。これぐらい沸きましたらもうねスープ完成なんですよね。早い。こちらね かけていきます。どうも料理の姉さんリュウジです。はい、ということでですね、今回はですねいい感じで、お酒も入ってきましたのでね、ここら辺でねちょっと締めのね料理を作っていきたいなと思います。今日作らせていただくのは、バクテー風そばですね。なんかピンときた方いるかもしれないんですけども、富士そばさんで発売してるやつですね。それをですねちょっと僕なりに作ったやつ、作り方は多分全然違うと思うんですけども、そんな雰囲気のですねすっごい美味しいおそばが誕生しましたので、今回それを作っていきたいと思います。すっごい簡単なのでちょっと今から作っていきたいと思います。はい、それではですね早速やっていきたいと思います。まあ材料はねこんな感じになってます。まずですね、まあおそばですね、これ 100g 乾麺のものを今回使います。あとですねニンニク2かけ、豚バラです。豚バラが、80g、 小ネギじゃねえな、長ネギですね、小口切りにしたものを、適量です。あとは調味料。はい、それではですね早速作っていきたいと思います。まずニンニクから、切っていきます。おけつを切り落としまして叩いていきます。叩くとですね、この殻がですね、よくむけます。はい、でね、麺はね、取っちゃってくださいね。麺はね、焦げやすいんでね。ニンニクはこんな感じで、スライスしていきます。こんな感じですね。で、スライスにしたニンニクは、これね、鍋に入れていきます。お肉も、お肉はね、どれぐらいかな。こんぐらい。何センチだろう。4-5cm何笑とんねんみたいなね。はい、それではですねニンニクを炒めます。ここにですねサラダ油、はい、大さじ1ぐらい、はい、これで、加熱していきます。大体、ね、弱めの中火で、ここね、ここ一番のポイントですからね。これね、このニンニクを柴犬色にしていきます。ニンニクを色づくまで炒めることによっていい香りを出します。こうね、これねニンニクの香りがポイントのおそばなので、いい香りがしてきましたね、これね。ね、この色にするのにはずっと見張っててくださいね。早く出来上がります。色的にこれぐらいですね。これぐらいだったらもう火止めちゃってください。こんな感じ。あんまりやりすぎちゃうとね、苦くなっちゃうのでね。はい、そうしましたらですね、ここにお水を入れます。260cc。豚肉を入れていきます。はい、こちらさっき切ったものになります。で、豚バラからね、いいね、コクとね、出汁が出るんですよ、これ。入れちゃってください。あとで調味料、みんな大好きなソーミシャンダンですね。これは小さじ1です。お蕎麦なので魚介の旨味も入れたいので白だしです。これ小さじ1です。あとお塩一つまみ入れます。アクは取りません。アクも僕は旨味の一種だと考えてますので、このお蕎麦はね結構パンチが効いてるので、あくまでも旨味として、食べちゃいます。これぐらい沸きましたらもうねスープ完成なんですよね。早い。あとはね、ちょっと別鍋で、麺を茹でます。はい、そうしましたらよく茹で上がったそばをざるで水気を切ったものですね、先ほどの、豚のうまみたっぷりのスープですね、こちらね かけていきます。こんな感じですね、盛り付けていきますよ。ニンニクの香りがすごいですね、これね。ここにですね、小口切りにしたネギをたっぷりと添えていきます。はい、こちらでもう今日短かったな。バクテー風そばの完成です。イエイ。はい、それではですねできましたので、今日はねちょっとね見てください、この箸見えますか、これね、ドラムスティック型のお箸なんですけど、ある方からもらったんですけども、今日はねこれで食べていきたいと思うんですけども、今日はですねゲストがおります。はい、じゃあどうぞお願いします。お願いします。お願いします。今日はですね休日課長と、はい、アジアンカーフルジェネレーションの、ドラムの石井清さんをお迎えしております。はい、やったね。いやーずっといい香りしちゃいました。この前にちょっとお二人にはちょっと別の企画で料理を、作っていただいて、僕食べさせていただいたんですけども、ちょっとね僕作ってなかったので不公平かなと思いまして、僕もですね皆さんにちょっと本当に残り物で作ったもので大変申し訳ないんですけども食べてもらおうと思いまして、今日は僕のこのバクテーそばを食べていただきます。めっちゃ
緊張します、ね、楽しい、この気持ち分かりました、さっき、なのでですね、ちょっと、まあね、あの素敵な箸もさっきいただいちゃったので、これめっちゃ可愛いの、これ清塚城もね、もらって、じゃあですね、ちょっと食べていきたいなと思います。あの、はい、僕からもあれなので、じゃあ、キヨさん、はい、いいんすか、はい、スープと、はい、じゃあ、まずスープからね、はい、これね、香りがね、やっぱね、あれ本物っぽいですね、うん、じゃあ、乾杯だけしましょうか、はい、乾杯、乾杯、乾杯、いただきますよ、はい、めっちゃ緊張するんだけどめっちゃいい香り、これかこれがリュウジ君のこれか、目がパキンとしました今、うま、ほんとですか、これね、ありがとうございます、何これ、この味シャンタンと白だしだけ、そうですね、動物の旨味と、すごいこれ、はい、魚介の旨味少し入れて、本当にうまい、ありがとうございます。いいですか、いただいて、はい、ぜひぜひ、ニンニク、やっぱりニンニクね、そうなんです、一かけでいいのかなと思ったけど、はい、二かけ、はい、結構効かせました、これは、ちょっと、はい、あと、酒が進む、はい、酒飲みの味なの、締めなんだけど、ちょっとビール頼んじゃいたいそうですね結構ついちゃっていいですか、うん、あ、もう全然大丈夫、はい、スープを、いただきます、めちゃめちゃ、あ、緊張する、あ、うまいありがとうございます、うまい、いただきました、うん、やっぱニンニクこんぐらいいった方がいいですね、はい、これ美味しいな、ありがとうございます、またお酒と合いますね、これじゃあ 僕も、はい、いただきます、こういう感じで食べるのあんまないから緊張するよ、これね、自分の料理なんだけど、はい、じゃあ、いただきます、うん、あ、いい味だ、午前2時ぐらいに食べた富士そばの味です、ね、ニンニクの香りがかなり変わりますよ、これね、うん、これ非常に美味しいです、で、旨味もね、すごくたっぷり、ね、うん、入ってまして、お肉がね、またいいですね、食べ応えがあってね、最強だな、これ、本当ですか、ありがとうございます、今日はね、ちょっとね、収録終わったんですけど、2人にどうしても食べてもらいたくて作らせていただきました、皆さんどうでしたか、大丈夫でしたか、楽しかったな、楽しかったですね、ありがとうございます、これちょっとまたやりたいですね、またやりたいですね、ちょっとまたコラボ動画を男子食堂的な感じでちょっとやりたいですね、これね、一人こう女性こう選ぶとかどうですか、女性ゲスト始まった女性ゲストいいかもしれない、でも絶対誰が来てくれますかね、まあ、確かにね、もういるんじゃないですかね、いますかね、ここに来たいっていう、ここ食べたいって、事務所通さずにね、事務所通さずにね、直に来てる方、じゃあ来てくれる女性の方が、いらっしゃったら男子3名でその人にご飯を食べてもらうみたいな、いいですね、企画いいですね、やりたいですね、ちょっと負けられない戦いです、最後ここやっておいてそうですそれめっちゃ面白いですねぜひ、まあそんな企画とかもね、そうですね、またやりたいですね、いろんな企画、はい、はい、ということで、バクテ風肉そば、これね、めちゃめちゃうまいので、うまい、はい、おいしい、2人も太鼓判を押していただきましたので、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、それではですね、今回の料理、作ってみたいなとかですね、美味しそうだなとか思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録、および高評価をよろしくお願いいたします、じゃあ告知、キヨさんから、はい、僕もあの、SNS で Twitter、Instagram やってますんで、よかったらチェックしてみてください。ぜひフォローお願いします。お願いします。はい、課長、はい、お願いします。Twitter およびインスタグラムやってます。彼女も募集してますんで、ぜひお待ちしております。お待ちしております。